が風水師の風雲祭権田五十郎吉流言でございます。長い、すごい、いつも通り長いですね。あんたもカメラに向かって自己紹介して。お父さんは白桃、お母さんは黄桃、昨日も4歳、今日も4歳、明日も4歳、タロピーチです。お願いします。いや、こんなところにイチゴが落ちとる。イチゴは大好物やからな、落ちとっても食べるって決めとんよ。あ、いただきます。あ、いいですか、すいません、いいですか、いいですか、すいません、いいですか、これね、僕のイチゴですよ。わしのイチゴや。違いますよ。忙しい時に無駄な動きが多すぎる向かいのコンビニの店員、瀬山陽一郎。何言ってんだ、なんだ、いらっしゃって、なんだこれは、え、これ俺のモノマネなんか。お弁当温めでかしこまりました。え、出ました、出ました、出ました。そんな動きしねえぞ、俺はそんな動きしねえ。いつまで自分の気持ちに嘘をつくんだよ。ムシムシしてんじゃねえよ。5段階評価で一番下の E 判定、合格率 10%、 受かるわけないよ。 10%？ いや、 10% は受かるだろ。え、だってこれ 9% でめっちゃ酒じゃん。え、これアルコール 9% でめっちゃ酒じゃん。酒として合格じゃん。これ 10% だったらどう？絶対最下じゃん。俺のサイバーネオアームが故障している。サイバーネオアームが故障？サイバーネオアーム。わかりました。第5位はこちら。うわー、
頑張れ。聖なる夜。さあ聖なる夜で電飾を体に巻いてもらって、その電飾の明かりだけでやっていただきます。第6位はこちら、優しい図極み。極み、極み、極み、極みね。それも違うな。私はあなたに対して何も思わない。なんか変なのになった。ないけどな、もし挟んでるって意味なんやったらな、力入ってないから。じゃあ、自己紹介して。どうも、新しいサーディガン。私が早く着きすぎたんで。あ、そうだ、これ来る途中ひーちゃん似合いそうな花あったから買ってきた。よかったらどうぞ。ありがとうございます。いや、やっぱり写真で見るより実物の方が綺麗だな。お前そんなスケールだよ、絶対僕の方がいいよ。今から作戦立てていこうぜ。でも教室に何か用事あってきたんじゃないの。以上、第2回天気でした。ありがとうございました。